そうですね、僕はねやっぱり正直にあんまり印象に残ってないっていうかもう JR へ来てちょうど10年だし、まあ、年も20違うっていう部分があってまあ内田ぐらいまではね分かるんだけど、はいはい、それだけ年が違うってことかな。<laughs> <laughs> 僕はもうってなって中央ですね中央でやっぱ克美さんと。 まあそんなに地方でね離れてたんであんまり知らなかったですけどもう中央行ってのあの素晴らしさっていうかすごいそれでもう僕あのブエナビスタの時に4コーナー回って外出す。 のかなと思ったら、我慢して、また追い出したんですよね。あの時が。すごいなと思ったんですよね。僕の中では、我慢。っていうのがすごく競馬で必要だなと思ってて。あれはね、迷っただけ。<laughs> 本当に <laughs>。あ、そうなんですか。あの時はね、本当。どっち行こうか迷って。迷ってても、もっと早くに、多分。安全牌だったら。 出てると思うんですよね、うん、いやでもね後であの時インタビューで言ったけどいや一貫歩踏み遅れたなっていうのはあの時はもう本当失敗だと思ってるあれかですかー箇所、うん、の時はねあの反対に横なもあって一息入れたけど、はあ、あの時は反対に間割るんじゃないかって思って、はあ、割れなかったって言われたけどあの時は割る気もないし、はあ、あそこで一息入れて直線あんだけあれば十分間に合うと思ってたから、はあ、ただ大福祉の時はね迷って 一呼吸遅れた,、ね、ただもう本当にど,んどのレース見てもその,我慢一息っていうのがすすごいんですよねまず慌てないのが一番かなと思ってたからあ<ー>、まあ、いつも思うんだけど,でき,ねえだけどできないんだけどこれも。い自分でまだいまだにできないんだけど<ー>勝とうと思わんで乗るのが一番いいなって。<laughs> <ー>うん、反対にねやっぱ 勝ちに合わせるとろくなことねえなっていうのがあ<ー>強気じゃ少々遅れても勝つやろうっていうか <laughs> それぐらい思って乗ってたからただそう思ってでもこう自分も思うようにしてるんですけど <laughs> なかなかやっぱ競馬行ってこう、うん、できないというかいや俺も最後までやっぱりできなかったね反対に<ー>今でもそう思う。 僕もう本当好きなんですよね乗り方が本当に <laughs> あの。南関東ではずっと石崎さんをすごく見本というか手本にしてたんですけど、はい、あの人も我慢というかそのなんかこう自分の中ですごくてでやっぱり勝美さんを見てもそこがすごくてなんかすっごいかっこいいんですよねそのレースが。 ま、それが僕の中では本当に思ってていつもそれを見てるんですけど、真似したいなと思ってるんですけど、本当できないんですよね。そこが。いや、そういうのから俺ね。本当かっこよく勝ちたいなんて思って乗ったことない。ああ<ー>、本当にそれはね。いつも思うんだけど、やっぱりかっこよく勝とうと思ったら、やっぱり綺麗に勝とうとか<ー>うまく勝とうっていうなっちゃうけど。まあ自分のリズムで走らせて。 それで負けではしょうがないなと思って乗ってる方が多いかな。それやっぱり乗り方とかそのレースの内容とかっていうのはやっぱ変わってきたんですかね。変わったね間違いなく。やっぱ地方,地方と中央の違いもあるけどね。そうですね。地方はもう確かに位置取りがすごい重要な部分あるじゃん。夏<う>には、はい。そうですね。中央はもう全然それ関係ないと思う。あー 本当に頭数も多いし、はい、まあ距離も違う、し直線も長いし、馬場も大きいし、はい、まあ多いだからまあ近い部分は笠松よりは近い部分はあるけど、はいはい、だけど中央行ったらもっと違うね。やっぱり芝の部分が芝のレースだとその馬がこう反応が繊細になってしまうんで、うん、そこは気をつけなきゃいけないところかなと思うんですよね。そう,そうそうやっぱりペースの違いってわかるでしょ。芝の出てガンと速くなるときと、やっぱダートの あの早くなるときと物が違うから動き出したらまあその分やっぱりね長い足使えない馬も,もいっぱいいるしやっぱ全然違うよね感覚は敏感だし馬も結構走る馬に限って敏感な馬多いしやっぱりそこは馬がこう一生懸命になっちゃう部分っていうのがたくさんあると思うんでもうゲートのその出出すときから やっぱ気をつけなきゃいけないのかなと思いますね。うん、やっぱり地方はもうゲートボンと出してっい感じですそれが当たり前だからね。そうですね。やっぱり敏感な早いもなんか本当にブンと出してぐっと腰入れただけでガーンといっちゃうから。ね本当そういうのはねたもう乗り乗り出せばもう分かっていると思うしね。そういう部分で俺も苦労した部分もあったの。結局やっぱりまあ、自分のねあの重心も悪いんだけどね。 これから思うとねやっぱ地方の時ってやっぱり動かしてなんぼでしょ、はいはい、その重心がもう染み付いてるの、うん、やっぱりファッと前に乗るっていうか、うん、そういうことが必要な馬もいっぱいいるからいろんな馬いるからまあ中央来たらまた全然違うと思うしね、はいはい、そういうことはやっぱ経験だと思うけどね、はい 技術的なもんは全然ないと思うないっていうか人それぞれだからだから馬乗る時に僕はねあんまり人に聞いたことないですよ他の機種に。乗る機種によって馬の動き変わるから、はい、重心によって馬の動きが変わるし道中俺なんか乗るとかかっちゃうような馬でも重心が合ってればかかんないしうそういう点で人に聞いたって俺が教え 聞かれてもそういうことを教えてもいや俺が乗ってるからかもしれないなと思ってるからそういう点でやっぱり自分で自分の感覚で会心までつかんだ方がいいと思うけどね重心が後ろ確かにそうなのかなっていう感じはありますね、うん、自分もやっぱり地方の乗り方とは変、うんうん、えなきゃいけない馬っていうたくさんいるんで、うん、それは思いますね。 でもね俺戸田君のルー見てるけど、はい、重心自体はまあポッと前じゃないけど手首手首が柔らかく見えるのすごくごすこの手首がね、はい、ガチッと握らねえから、はい、その分別に重心は後ろでもいいと思うんだけどと思って見てるけどね、はい、ただ反対に外人の機種なんかも結構ね重心自体はこうパンとも前に乗る。 ジョキもあんまり少ないけどね、うんはい、外人のジョッキも手首やらけえし結構力あるからね<ー>もっと短い手綱でグッと押さえ込んで押さ、ね、え込んでプッとこう抜,い抜いちゃうから、はい、ああいうふうのがちょっとやっぱ長手綱すぎるんじゃないかなっていう、はい、まあそれも一つのあれだけど、はいはい、反対に変えるんであれば外人のように、はい、こう押さえ込んでグッと抜くような拳下げて、はい、そういうふうに。 か変えるならそういうの目指した方がいいような気がするんだけど、はい、乗り方見てて。はいはい